近藤昭人、近藤昭人、近藤昭人、1938年4月1日から2019年3月27日は、香川県高松市出身の元プロ野球選手、内野市コーチ、監督、解説者、評論家。近所の遊び友達に4歳年上の中西太氏が、いた。中西と同じ高松市高へ進学。 春季四国大会に進むが一回戦、準決勝で、鳴ると校に敗れる。同年夏は、北四国大会出場をかけた、県予選準決勝に進出するが、境で賞に敗退し、甲子園には届かなかった。早稲田大学、第二小学部へ進学。東京六大学野球リーグでは在学中に回、優勝。春季リーグでは、金沢博大正和製師。 安藤元博らの投手陣を要し、それまで4連覇を続けてきた立大にセリ勝ち、3年振りの優勝に貢献した。同年の全日本大学野球選手権大会でも、決勝で再試合の末、感覚を下し優勝。二類種として、ベストナインに2度選ばれている。リーグ通算75試合出場し285、打数72アンダー、0本類打、23打点、打率。 253、大学同期に、キスキ・フミオ一竜医がいた。2、太陽ホエールズへ入団。背番号は1、同年には、同郷の先輩でもある、三原治が、新たに監督となり、太陽は、球団創設以来初の優勝を果たす。近藤森幸いながら5月には二流医に定着、終盤戦には一番打者として奮闘し、優勝に貢献。日本シリーズでは、 第3戦で5から5の同点だった9回表に中西勝美から勝ち越し本類が第4戦では5回表に小野昭一投手から先制的自打を放つチームは4連勝で初の日本一を飾ったシリーズ2勝の秋山昇を抑え日本シリーズ MVP を受賞その後もレギュラーにいる一種として活躍には自己最高の打率 285、28ベスト107位を記録する。オールスターゲームにも2回出場した。しかし、2、シピンが入団すると出場機会が減り、三塁手や外野手としても起用されるが、2、選手権人コーチとなり、同年限りで現役を引退した。引退後は対応に、残りからまで1軍守備コーチ、ワニ軍守備総塁コーチ、 カラーまで、ヤクルトスワローズ一軍守備総類コーチ。カラーまで、西武ライオンズ一軍守備総類コーチ。カラーまで巨人ヘッドコーチ。カラーまで、現役時代に所属した太陽の後ろ身にあたる、横浜ベイスターズ監督。カラーまで、千葉ロッテマリーンズ監督を務めた、横浜、ロッテ監督はいずれも、壮大なびに、太陽の後輩、江尻良から引き継いでいる。 ロッテ監督時代の1998年は、現在も日本プロ野球記録の18連敗を喫した。セイプコーチ時代、早稲田大学の先輩でもある、監督の広岡達郎に指示。2006年は15年ぶりに、巨人のヘッドコーチを務めるが、健康上の問題と、成績不振から2年契約の1年を残して、同年11月23日に、現場から退き、 翌からは統括ディレクターに就任することが発表され、フロント業務を務め、松本哲也の育成枠登録などを助言した。監督、高知業の合間を縫って、TBS テレビ TBS ラジオ解説者、スポーツ放置評論家、マイナスを務めた。晩年は、パーキンソン病により療養生活を送っていたが、2019年2月に、誤え性肺炎を発症し入院。 同年3月27日、敗血症性ショックのため、神奈川県川崎市の病院で死去。戒名は、匠里院永久、秋光子児、高学院イン永久症候孤児。現役時代の主な守備位置は二類。攻撃面では一、二番を多く打ち、小技を得意としたいぶし銀の活躍を見せた。バントの名手として知られ、通算239ギラは、 球団記録として残る。1965年の41ギダはに、いの子とを、南海がマークした33ギダを23年ぶりに、塗り替え、に、平野県、中日が51ギダを達成するまで、日本記録であった。近藤は小柄ながら非常に気が強く、入団時の監督であった三原はこの性格を逆に、利用し、近藤を散々にけなし闘争心を煽り立てる、ことによって、 能力を引き出していった。また一という背番号に非常にこだわりを持ち、大学、プロでも背番号は絶対一番だとガンとして譲らなかったという。1993年、太陽から球団名を解消した横浜の監督に就任。一年目の1993年はダブルストッパーの一人、森田光輝が、 実施トレ中に、アキレス腱断裂の大けがで、いきなり戦力のつまずきがあったものの、野村博樹、斉イ勝、ロバートローズ、打点王、石井拓郎、盗塁王の3人のタイトルホルダーを排出し、夏前には一時2位まで上昇するも、後半戦に入ると、クレンブラックスや佐々木和弘と主軸に故障者が続出。優勝したヤクルトにも大きく、負け越しをして恋に終わる。 1994年、今度はダブルストッパーの佐々木がキャンプ中に故障。肘を手術するトラブルで2年続けていきなりつまずく。さらに、先発投手陣が総崩れとなり、10月9日の最終戦で、同率5位に並ぶヤクルトに敗れ、総得点が総失点を上回ったにもかかわらず、最下位になった初のチームとなる。1995年、森田。 佐々木のダブルストッパーが二人揃って大活躍。打線もブラックスが不調だったものの鈴木隆則の対等等があり穴を埋めた。しかしこの年も先発陣が不調。チームとして16年ぶりのシーズン勝ち越しと12年ぶりの勝率5割超えを記録したが、人気満了を理由に球団から契約延長はされなかった。1993年は石井拓郎。 畑山ひとしをレギュラーに抜擢し、オフには FA となった駒田徳博の獲得を進め、生え抜きベテラン選手が大量解雇された翌1994年からは、佐伯隆弘、春年を、鈴木高則といった、後のマシンガン打線の中心となる若手野手を積極的に寄与した。一方投手では、斉藤隆、宇藤勝也、三浦大介、島田直也、 五十嵐秀樹など若手の台頭はあったものの、森田、佐々木といったリーグク氏のリリーフ投手が後ろに控えていたためか、小刻みな系統を好む傾向があり、後期であれば、責任投球回数未満であっても、先発投手の打順に代打を送ることが多かった。そのことから、校長だった1993年の野村博樹や1994年の斉藤隆を除き、 先発投手に関東をさせることは少なかった。さらにこの作戦結果リリーフに勝ちが転がりやすくなり、主に2番手に投げる島田94年9勝9敗、95年10勝4敗とリリーフ投手で同じ選手がに続けてチーム最多勝ちになる陳事が起きた94年の先発最多勝ちは斉藤隆の9勝12敗、95年の先発最多は 斎藤隆が8勝9敗、三浦が8勝8敗。作戦面では、自らの現役時代の得意技であったバントや、エンドラン、スクイーズを多用する、緻密な野球を標榜したが、特にスクイーズは、相手バッテリーに見破られることも多かった。戦術の、投手への代打起用以外に保守に対しても、代打を起用することが多く、ベンチ入りの保守を使い切った状況で代打を、 送ってしまったこともある。また、巨人戦によく、野村広木や斉藤隆などの主戦級投手をぶつけた。この時期の横浜は巨人に対して互角、もしくはそれ以上の成績を残したが、一方で1993年は優勝した、ヤクルトに対し4勝22敗、翌1994年は4位の阪神に対し7勝19敗と、特定の球団に大きく負け越し、 チーム順位を大きく下げる要因となった。開幕投手は相手がエース級だから勝てる確率が低いとみて、ローテーションの3番手4番手を開幕投手にする傾向がある。しかし、ロッテ時代は2年間とも開幕戦はエース格の小宮正悟が投げている。1993年1994年は2年連続で宇どが投げ、95年は野村が投げたが、野村は 前年ゼフ不調だった。2年続けて開幕投手を務め前年先発で唯一勝ち越し、規定投球回数もクリアし飛躍したウドーは次のカーに投げた。1997年からはロッテの指揮を取る。ロッテ監督に近藤を推薦したのは藤田元次であった。当時のロッテは前年の低迷に加え、小宮正悟に並ぶエース格であった。 イラブ・ヒデキとエリック・ヒルマンが断しており、戦力的にはかなり厳しい状態であったが、その中で、小坂誠、福浦和也といった、新戦力が混同に見出されて対等した。しかし、一年目は、チームの防御率3点台に対して打線が振るわず、最下い、二年目も現在でも、日本プロ野球記録である一軍公式戦18、連敗を記録し、横浜監督時代に続き再び、 チーム総得点が総失点を上回ったにもかかわらず、再会を経験する。これにより、契約期間を1年残しての隕石辞任となったが、その辞任会見の席で、もっと強いチームで監督をやりたかったという発言をし、ロッテファンの批判を浴びた。近藤は18連敗中も温かく声援を送り続けたロッテファンに感謝し、応援団長と会食している。また、 ダブルストッパーであった、成本敏秀や川本育氏が故障で離脱するなど、リリーフ投手が揃わず、さらにパリーグが、指名打者制であったこともあってか、先発投手を、早々と交代させることが多かった。横浜監督時とは違い、先発投手陣を軒並み引っ張る傾向が強かった。特に、イラブ、ヒルマンが抜け、百九十七年以降小宮山と、共に、チームのエイストな、 黒木智弘は1997年にはリーグ最多となる240イニング、翌1998年も197イニング、投げるなど、小宮山も,も1998年はリーグ最多となる201イニングを投げた、明らかな負担を敷いた。18連敗中は、成本、川本不在のため終盤に逆転される試合が多く、急遽黒木を抑えに配置転換せざるを得なかったが、 その黒木が打ち込まれる悪循環であったと、後年振りペンテイル。2001年の黒木の故障は、この頃の国史が原因である意見も存在する。2004年に9年ぶりに監督に復帰した、ボビー・バレンタインは、当時長期離脱中であった黒木について、自分がいたら粉むような怪我はさせていないと語っている。これは、バレンタイン解任後の1997年以降、黒木が、 敗戦試合にも意味なく長いイニングを投げたことを意味すると思われる。一方で、黒木本人は、近藤の不法を聞いて、苦しい状況でも我慢することを教えていただき、野球人、黒木智博を育てていただいた、近藤監督のことは、一生忘れることはありませんと感謝を述べてい横浜、ロッテで監督として、再会を経験しており、飯田徳次、ベッドをる、根本六尾に次いで、 史上4人目の両リーグ再開監督になっている。近藤の登録上の誕生日は1938年4月1日であるが実際は4月10日が誕生日である。10日の違いがあるのは父親が1年得するからという理由で誕生日を繰り上げて役所に届け出たためである。対応に入団した時に監督の見原を治むからお前は期待できん。 小さいからプロは諦めた方がいいと言われたことを、対応の先輩だった、土井厚氏が証言している。1960年1月、元巨人の馬場昌平投手が、太陽の入団テストを受けた際、宿舎の風呂場で転倒し腕に裂傷を負ったが、この事故の第一発見者が、新人の近藤であった。馬場はこの事故が原因で、プロ野球選手を引退するものの、プロレスラーに転身し、 ジャイアントババとして活躍することとなった。近藤は、現役晩年だった1972年、シーズンオフに、自費で渡米し、メジャーリーグの視察を観光。その時に同行したのは、太陽、横浜の球団職員で、外国人獲得のプロと言われた、牛込忠だであった。1962年11月13日に、女優の北沢の子と結婚。 カズオ女の子がおり、次女は女優の近藤のり子。プロレスラーの中西学は次女の元夫。長女が結婚した際にはタモリ夫妻が売借人を務めたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。